1985年8月に4代目へとフルモデルチェンジしたトヨタのスポーツスペシャルティがセリカだ。セリカとは天空、神という意味のスペイン語である。今回のフルモデルチェンジはセリカにとって大きな転換となった。それまでの後輪駆動を改め、エンジンをフロントに横置きする FF へと変身したからである。エクステリアの変化も大きかった。全体のプロポーションがよりワイド&ローになっただけでなく、滑らかな曲面を多用した未来的なものに進化した。徹底したフラッシュサーフェス化により、その CD 値は 0.31。 トヨタはこれを流線形ならぬ流面形と呼んだ。ボディは3ドアハッチバックのみの展開。サスペンションは前後ともにストラット。ブレーキはフロントがベンチレーテッドディスク、リアがディスクタイプを装着した。デビュー当初のエンジンは 1.6 リットルと 1.8 リットル直四 SOHC、 2リットル直四 DOHC という3種類。2リットルはトヨタ自慢のスポーツツインカム 3SGELU 型で、最高出力160馬力という高出力を誇った。このエンジンを搭載したのが FF モデルのトップグレード GTR である。そして1986年10月に登場したのがセリカ初のフルタイム 4WD モデル GT4 だ。この GT4 は最高出力185馬力を発揮する2リットル4気筒 DOHC ターボを搭載し、ギアボックスは5速マニュアルだけを組み合わせた。トヨタはこの車で WRC に出場、ランチャーやフォードといった競合とバトルを演じて、90年にはカルロス・サインツが総合タイトルを獲得している。4代目セリカはスペシャルティーカーブームの追い風を受けて爆発的ヒットとなり、デートカーとしても一世を風靡する人気車となった。80年代を代表する日本車である。